さて始まりました神様になった日の第一巻キャストコメンタリー第一話になります。M. C. を務めますは佐藤ひな役の桜えねと。成神陽太役の花江夏樹です。そして第一話のゲストはこの方です。です国宝は白役の木村良平です。かかよろしくお願いします。いい名前も声もかっこいいぜ。ぜまさにね。すごいぜ。楽しみにしてました。 もうこの国の宝良平さんが<あ>いや来てくれましたよろしくお願いしますちょっと良平さん宝なんですけど、はい、ちょっと私今日良平さん15時までしかスケジュール押さえてないんですよねえ今何時ですか今ね14時41分なので,でじゃこのコメンタリーは20 分間でバツと聞きます。ラスト5分ぐらいで出ます。ラスト5分両辺さんいないので、はい、ご了承ください。残ってくれたら、まあまあまあ残すごいことです。まあそれは我々の手腕次第よね。手腕次第です。盛り上げてここにずっといたいなって思ってくれるようなコメンタリーにしよう。国宝がここに残ってくれるから。そうですよ。所有宝ですから。そうだ。だからこそ次の現場に送れるわけじゃないかな。よろしくお願いします。 今回このコメンタリーっていうのがキャストコメンタリーで本当に良かったなって <laughs> 今回はキャラコメないみたいですなんかないんですって<ー>なんであれ唯一なんかセリフ少なかった人たちが頑張ってるの聞いて笑えるのにあ輝ける <laughs> <laughs> 確かにねセリフの少ないやつほど輝かされるこの,のシャーロットで出た本編で喋った100倍ぐらい喋って <laughs> そうだよねそれがちょっと本編もセリフを追い組みからするとニヤニヤしながら聴けて面白かったんですかね掘り下げみたいな感じでねキャラ壊れるしねそうですねそうですね見ないしねそうですねあれはでももう本当飯田さんが頑張る飯田さんとミキサーさんも頑張る感じですよねだってどんなに頑張ったって入るわけないんだ入るわけでもとりあえずそのまま撮って後で多分ギュッてギュッてして。 カットして頑張ってくれてるんだと思うす,、うん、すごいね。すね今回それがやっぱガタが来てたんじゃない？そうか。<laughs> あ無理だ。さすがに <laughs>。あらゆる人が、うん。そうそうそう。でもその代わりドラマ CD とかはまああるって、ね、ちょっと撮りましたりょうへいさん。ドラマ CD ですか？CD です、ね。あのラップのラップの,ラップの。今はしき。とりましたね。いやーこの。 豪華な声優界のラッパーたちに並んでね取らなきゃいけないのかと思うともうゾッとしましたけどねいやいや私たち桜さんを筆頭にね桜さんを筆頭にいやちょっと待ってくださいよ桜さんほんとな桜さ花井くんがすごくてですねマイク前でも手を手を動かしながらおえ何一緒に撮ったんだ一緒に撮ったんですそそううえっと石川さんとね私と石川由依さんの3人でじゃお互いの知ってんだ知ってますでもまだ聞いてないんだ私これだけは 一、うん、人で撮らせてくれって思ったら <laughs> そうよね、うん、レコーディングパートは一人で撮りたかったよね撮りたかったよね,ね<ー>そしたら二人いたから、うん、地獄みたいなさて始まりました神様になった日第1巻キャストコメンタリー第2話になります MC を務めますのは鳴上陽太役の花江夏樹と佐藤ひな役の桜恵音ですそして第2話のゲストはこの方 イザナミ教育役の石川優衣ですはい今回はこの三名でコメントリーをお届けしていきたいと思います皆様よろしくお願いしますよろしくお願いします,します始まりましたね,ね始まりましたねなんか、ね、茶番が茶番ねこの時のイザナミさんめちゃめちゃ可愛い服着てるないやイザナミさん意外とセクシーな服着てるのよそうですよね,ね,なんかね意外興味なさそうなのに ドキッとするよね、それは、うん、<laughs> しますね。ちょなんかネイビージェっぽい感じ <laughs>、うん、確かにやら <laughs> ますよねなんかちょっと、うん。そうかも。うん、パジャマっぽい。ここ好きなんだよねこのさ、<laughs> のね、戻ってくる時の音めちゃめちゃ無駄に壮大な感じの。そう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 。<laughs> <laughs> かるなだからなんか実際さ音がついてみて、うん、あ面白くなってんなとか,確かにあ結構そのぶセリフぶった切って、うん、あの次のシーン行くみたいな、ね、あるじゃないですかテンポに巻き込まれていく感じそういうのやっぱ面白いなと思うんですよねただ全体的にネタがやっぱ古いじゃない <laughs> 確か<に>だから今の子たちはどこまでついてこれるのかなっていうそうだよね、うん、このシーンとかを 十代の子分かる子いるのかしら分かんないんじゃないかなね、元ネタになる映画もあるわけですけど <laughs> でもヨウタもノリいいよね本当ヨウタねいいやつだよねなんだかんだで、ね、ずっとさヒナにまあ、振り回されてさうーんブーブー言いながらもノリノリでやってるもんね,ねえ、実際にヒナがヒナが来たらどうします ひながきたら俺は自分が捕まるんじゃないかって思って逃げると思う。はらえくんそうだね10代じゃないもんねちょっと今の善意でさ接してももしかしたらみたいなあるじゃないそうねリアルに考えるとねリアルをなくすとまああの可愛いんでやっぱひない すごいなんかちょっとちょっと離れたとこから見ときたいそれは大じゃないいや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 ,やっぱすんごいやっぱねなんていうんだ距離が近いとさこういうの巻き込まれるからさ、うん、確かに、ね、ちょっと離れたところからそんななんかわちゃわちゃしてるのを見てたいう,んそうそういなんで距離を置こうとするの二 <laughs> 人と <laughs> 大変だよ大変だよねひなだっても ダメですか。まあでもちょっと僕だったら悪用しちゃうかもしれないですね。ひなの力をあーあの競馬、競馬屋さんのお金も手に入ちゃいますかまあそうね。うん、でも確かにそれをやらなかったヨータは偉いね。本当だよね。うん、本当に。おじさんから逃げてたし。ねこの男三人のやり取りめっちゃ。